どうしよう。よし、では、本部に戻り。もうないよ。何それ、渡しとくだわ。犯人よボス、私。あ、出ましたね、平田の検視結果が出ました。死亡時間は17日午後1時頃。ん？構造さんは夜の9時でしたっけ？お？構造さん夜の9時だったよね。ということは、構造より先に殺されているぞ。なんだって、なんだって、修造。順番そうですね、平田の後に構造が殺されています。ピアノ線の取り替えよ。先に死んでいた。どこに行きますか。コナン助けて。そうだよね。ん？さっきヤスさん、殺されてたって言って死んでいたことになってた？あ、旅館か。はいはい。死んでいたって言ってたか。殺されたとはヤスは言ってなかったですね。親父はバカよ。何も自殺することないのにさ。くそうだそうだ、旅館に行こう。金田一の方がいい。場所移動。番号をかけましょう。177-2493。殺人事件？うちには関係ないでしょ、ガチャン。あら、塔の中行ってもらった。特に手がかりになるようなものはなりませんでした。旅館の場所ですよね。寺田屋。街並み。3軒目だぞ。もげ。わからん。寺田屋に行けないから。あ、死体なくなってますね。阿弥陀ガミネです。死体はすでに片付けられています。まだ中盤ぐらい。3145。寺田屋の場所がわからないですね。では、困った時のリカちゃん人形か。中盤。私ね、やっぱり河村が犯人だと思う。順番か。次河村。
ねえ。では、戻って河村のことについて買い上がって、河村さんはどこにいるのかわからない。ゆき子、ゆき子は平田の娘でしょ。おこいの方がいいのか。おこいの方が知り合いだったんですよね。うん。間違ってた。構造のこと。うちの知ってることはもう話したで。河村のこと。うん、最近見ていない。言うたんやろ、舞台の上やって。そっか。あー、係長いらっしゃい。おはよう。一応今濃厚になってきてるのは河村ですね。そうだ、ユキコの指輪が解決してないぞ。はい、ジェリーさんいらっしゃい。こんにちは。犯人臭いよな。な、何それ、私のじゃないよ。でも俊之が君にあげたものと言っている。嘘よ、私があんな男からもらうわけないじゃん。もしもらってもすぐに捨てちゃうよ。お尻臭い。アリバイが崩れましたね。ボス、事件の夜ユキコが出かけるのを近所の人が見ていました。崩れたぞ。家にいたというのは嘘だった。ふんふん。そして追及するわけですね。おかしいぞ、おかしいぞ、ママにハマっていってるぞ。ちょっとこの指輪を見てくれますか。私のじゃないよ。指輪は変わらないな。よし、ぼかすかするか。あ、アリバイ？はいはいはい。すぐ殴っちゃダメね。すぐ殴っちゃダメね。すぐ殴っちゃダメだね。でも君があの夜出かけるのを見た人がいるんだ。すぐに殴っちゃうからな。あ、吐きました。7時頃あの屋敷に行ったわ。親父にもっとお金を貸してもらえないかなって。親父別のとこからもっと借りてて、その取り立ての方がすごかったんだよ。そのこと話したら貸すって言ってくれたよ。あ、構造さんの借金のせいじゃないですね。僕には構造という男がわからなくなってきました。貸すって言ってくれたね。あー、なるほど、いいやつじゃないか。構造のこと、もうちょっと聞こう。親父を助けようとした人を私が殺すわけないじゃん。そして指輪を見せてみようか。その時に落としたんだよね。あれ、でも指輪は拒否りますね。
調べるユキコ。確保しろ。人に聞け。ここで吐く。指輪のことは全然触れない。としゆきに、最初に見せたんだけど。では、としゆきをもう一回呼びますか。はい、なおさんいらっしゃい。俺がゆきこにあげたものじゃねえか。どうしてこれを。構造のことしかないな。ゆきこのことは喋らない。捨てられてましたよ。あーなるほど。じゃあもう気にしなくていいのか。ここでカツ丼だ。では、寺田屋という旅館をちょっと探さないとダメですね。新開地です。ちょっとパルのマスターに話を聞きましょう。この人ね、川村さんのこと知ってたんですよね。なるほど。京都はじゃあもう行かなくていいんだね。遊び人風でうちによく来てた。何か見せろ。そっか、指輪は終わったから人を探す。川村この辺にはいない。いろんなとこで川村を探すか。ヌードっ子恥ずかしいんだよ。そうだよ、パッケージね。パッケージが男の人と女の人がね、写ってたんです。あれはヤスですか、パッケージ。え、ヤスと一緒にいた女の人は誰だ。一緒にいたんですよ、確かに。パッケージ。とりあえず、人を探します。おこい。あれだからもう出てきてるよね。おこいかふみえかゆきこか。はい、あたしなのあれ。川村はここにはいない。人に聞け。聞き込みをします。特に事件に関係あるような話は、聞けませんでした。港。人を探す。川村。この辺りにはいないようです。聞き込みします。関係ないんだ。兄はやす、いらっしゃい。寒いだろ、ノエ。リカちゃん。リカちゃん。コートをかけてあげるのず。リカちゃん、気は変わっただろうか。川村が犯人だと思うわ。川村に会いたいな。場所移動。
山川の屋敷に行ってみる。船に乗って京都に行ったんだっけ。あ、違うか。何、このデリカちゃん、そんなにもルナシーが憎いのか。このゲームは、なんというゲーム。ここにはいないな。これね、ポートピア連続殺人事件っていうゲームです。いいとこなの、電話しないで。あ、そうだ、洲本に行ってないじゃん。一回行っただけだね。そうだそうだそうだ、私がスモモって言ったとこだな。ここで河村を探す。この辺にはいない。聞き込みだ。意味もなくここに来ましたが、事件と関係あるのでしょうか。何も聞けませんでした。あたりの人調べます。特に怪しい人物は、写真を見せよう。写真は誰のがあった？ 4 人いますね。まず小宮。そんな人は知りません。文江。あ、そうなんです。文江がなんか洲本に来てるような、来てないような。現場でまだ撮ってない。現場？洲本？嘘、あなた何？あ、撮ってないかも。おこい撮ってないんじゃない？おこい撮ってないわ。ちょっと撮ってきます。仕事中に撮ろうか。おこいは撮れない。あ、垂れ込みがありましたよ。なんと川村はスミレ荘にいるそうです。垂れ流したね。行きましょう。スミレ荘に行こう。死んだ。どこが遊び人風の格好なんだよ。のび太くんじゃねえか。死んでる。もう逃げられないと観念して自殺を。あっけないラストですが、事件は解決しました。どうか捜査をやめろと命令してください。ボス？しないよ。のび太くん、短パンか。こいつ。さあ早く終わらせましょうよみたいな。連続殺人事件ですね。あ、死体はまだ暖かく、死後それほど経っていないと思います。ヤスは一緒にいたぞ。終わり。推理しよう。死因、ナイフで首を一突き。あ、構造の場合と同じ死に方です。部屋を荒らされた跡はありませんが。河村死んだのか。ここだよ、ここ。あ、これは。なんて嘘です。何も見つかりませんでした。またなんか気になる言動をしましたね。ふざけんなよ。ここだよ、ここ。怪しいところはありませんでした。なんかあるかな、調べてみますね。解決ですね。ヤス二人いるのか。なぜ犯人はヤス。じゃあ
ヤスは双子。ここだよ、ここ。死体です。死体です。あ、これは。なんて嘘です。何も見つかりませんでした。そっか。どういう意味でそういう言葉が流行ったのかということか。何もないかな。部屋？ち？一人じゃなければ説明は聞く。したいです。一度操作をやめろを選んでみるといいよ。エンドってならないよね。怖い。あ、そっか。河村が死んだから、リカちゃんがぐぬぬってなってるわけだね。ぐぬぬってなってるわけか。ヤスは何をしたいんだ。当てずっぽが外れたわ、みたいな。はい、りょうちゃんいらっしゃい。あら、リカはお友達のバービーちゃんのところに遊びに行ってるのよ。ごめんなさいね。それ言ってほしいわ。爆笑するわ。あ、おかえり。二十歳なんだね。おめでとう。ねえねえ、どんな気持ち？ということは、お恋に話を聞きましょう。お恋です。実はそういや、あの人言うとったな。洲本の沢木産業の詐欺が構造とやった一番大きな仕事やて。洲本、フォーリンラブ。そう言うたら秘書の人、沢木文江とか。逃げた。踏み絵出てきましたね。超展開。リカちゃんはヤス。あら、踏み絵逃げた。踏み絵はどこかに行ってしまいました。逃げましたね。では洲本に行きましょうか。うん、洲本に行こう。繋がってない。こんがらがるばかりだ。洲本に逃げた。ハンマーの出番だ。洲本です。神戸に戻るしかない。人に聞け。聞き込みをしています。ふみえちゃんはほんまかわいそうな子でした。お父さんの会社が詐欺で倒産して。おお、じゃあふみえは構造と川島に動機がありますね。それで、第一発見者でしょ。で、平田も殺されましたよね。殺された順番が、平田です。で、次に構造、次に川島。平田は一応自殺なんですか？あれは本当に自殺なの？なんか、かく乱してるのかな？踏み絵無双。
ご両親は自殺してしまったんですよ。それで親戚に引き取られましたね。たった一人いた兄さんとも離れ離れ。え、その兄さんですか？さあどこに行ったか。カリペロ、確か、肩に蝶々の形のあざのある男の子でした。お兄さんがいるらしい。よし、ヤスに服を脱いでもらおう。取れないわ。兄さんはヤス。スタンド使いか。キャスパル兄さん。写真見せれ、了解。平田は借金苦で、あ、そっか、ゆきえは死んでるのを知らずに構造さんのところに行ってるんだね。え、これがあのふみえちゃん？まあ綺麗になって、いえここには来てませんよ。いませんね。あ、ふみえちゃんの兄さんのことですか。あの頃別の人にもらわれていたから名字も変わっていると思います。ではこの辺りの人に聞き込みをしてみます。辺りの人、調べてみましたが特に怪しい人物はいませんでした。文江の兄、探しましたがこの辺りにはいないようです。この辺にはいない。そんなところを叩けるわけありません。ボス無理を言わないでください。あ、話が変わったぞ。僕は一生懸命です。なのにボスは僕に反省しろというのですか。とほほ。おらおら、僕は一生懸命です。なのにボスは僕に反省しろというのですか。怖い、ヤスがいっぱいいるわ。反抗期なの。心臓をぶち抜いてやろうか。僕は一生懸命です。さあ移動しようか。電話をかけろ。リカちゃんは、リカちゃんはいないか。河村の死を調べる。河村はだって首ひ、あれでしょ、人差しでしょ。うん。洲本に電話がなかったぞ。死体はすでに片付けられています。あ、アパートには誰もいませんでした。調べる。音楽も終わったところで部屋を調べよう。部屋を荒らされた跡はありませんが、ここだよここ。調べてみましたが怪しいところはありませんでした。もうないよね。構造の場合と同じ死に方です。床ばかりじゃん。この辺か。あ、これはそうだよね。本部戻る。ここだよここ。ないか。本部に戻ったら、間違えた。山川の屋敷。前川か。捜査本部。あ、逃げられる？逃げられるぞ。河村の部屋の天井裏から地図のようなものが見つかり届けられています。
これは構造の屋敷の地下迷路の地図では。これによるとまだあの地下迷路には秘密がありそうです。前3、左8、左4、右5、左点点点。うん、書きました。BA。 これはよし、行ってみよう早速。うん、いや、ちょっとね、やってみます。場所に移動。